級沢谷大輝 VS 安本春人。今年6月に初防衛を果たしました沢谷大輝です。本日の第9試合フェザー級3分3ラウンド延長1ラウンドの一戦です。沢谷大輝対安本春との一戦ということになりました。この試合解説は第4代ライズバンタム級王者ターゲット渋谷代表の宮城大輝さん、そして初代ライズクイーンミニフライ級王者の寺山ひなたさんです。お二人どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。さあ宮城さん、安本にとってはこう3ヶ月でのこう短い期間での復戦ということになりましたね。まあそうですね、まあ、でも3ヶ月あれば大丈夫ですか。はい、まあ、圧倒的な強さを見せたいという話もしていました。対戦相手はこの沢谷大輝、ライズフェザー級4位と5位の対戦ということになります。ラウンド、はい、さあ第1ラウンドが始まりました。お互いに 黒いトランクスです。青いグローブテープが安本春人、そして赤いグローブテープが沢谷大輝です。あ、まあ、寺山さん、この再起戦ですから安本にとっても圧倒的なこう実力を見せたいという話をしていました。はい、さすがすごいですね。そうですね、強い。これはでも沢谷選手の上なんですね。そうですね、はい、1つ上が沢谷、5位の安本と沢谷がランキング4位という両者の対戦です。ここからのバックボローは安本、長いと何もないぞ。23歳の安本、この後入ってくるから。身長で言いますと宮城さん、5センチほど安本の方が上回っているという両者の対戦です。はい、でも沢谷選手普段あの多分ディープキックの方が60キロでやってるんで、はい、ここまで多分体格の差はない気がしますけど。スピードともにすごいですよね。はい、密着ですよね。うん、上下散らしてな。さあここは少し相手を見るような形になっています。そうそうそう、そこからもう一本、もう一つ、そうそうそう、おー、ここに対して安本、おーい、ナイス、いいよ、今のサイドね、サイド。宮城さん、本当にこう安本に投げるって正確なんですよね。それ、おー、上下散らして、ナイス、ミドルの後は自分から行ってもいいよ。遠いところのダイレクトで、ね、ミドルの安本、沢谷が前に出てきます。近いところのミドルキックでもこう合わせて打てるので、沢谷選手すごいディフェンスラインが上がってるのは初めてです。繰り返すよ、寺山さんもこうこのスピードを見てしまうっていうのを、はい、見てしまいますね。アクセルからロッキーにつなげていったのはサータリーです。ただここ寺山さん、こうサータリーももらいながらもこうちょっと前に出てきますよね。そうですね、で、まあ、あとちょこちょこ内側も蹴ってるので、まあ、あのすごい安本選手のキレとなんかすごすぎて、すごい安本選手の印象ではあるんですけど、はいはい、佐谷選手もしっかり当ててるところは当ててると思います。そうですね、第1ラウンドが終了しました。佐谷大輝対安本春人の一戦です。宮城さん、この両選手の第1ラウンドの印象はいかがですか。そうですね、今寺山さんが言ったみたいに、あの安本選手のキレが光っててすごく押してるように見えますけど、佐谷選手もしっかりディフェンスもしてましたし、当ててるところ当ててたんで、あの大きな差があるかって言ったら僕もそうでもないなと思いますね。そうですか、はい、まあ、この安本の冷静な感じからしてこう何かこう強さというかプレッシャーというのを感じるんですけども、まあ、そうですね、やっぱでも支配するのは上手いですよね、僕の方が優勢なんだよっていう見せるのはやっぱ安本選手は上手いなと思いますね。はい、
さあ第2ラウンドが始まります。青コーナーがやられたあと、そして赤コーナーが澤谷大輝です。あーここも距離が詰まる。それそれナイス、ゴジラクシ。ゴジラクシスタイルの安本に対して最高スタイルの澤谷です。ナイス外し、前で前でもいいよ。軽くステップを踏みながら安本、相手が中に入ってきたところを狙っていく。この辺は澤谷さん全部避けてますよ。そうですね、はい、外した後ストレート合わせるよ。ただ踏み込んだ後の攻防というのが非常に激しいものがあります。軽くステップを踏んでいるのは安本。ここはこれで入っとるよ、入っとるよ、入っとるよ、入っとるよ。ここやってきたところで上下違いして、メートル、そもそも宮城さん、サートにも非常に冷静に戦ってますよね。はい、あんたボディまで、ボディまで、よく見ていきます。近い距離ボディまで歩けるよ。サウスポースタイルのサートに待機。そうそう、いいね。中から入っていく。ケツゴ、ケツゴ、練習引いて、練習の構え変えたぞ。出していくよ、出していく。その後つなげる。押しに釣り踊る姿を見せている安本。前に出ていくのはサートです。サイド、サイド。コーナー来てからやるぞ。コーナーサイド、コーナーサイド、それそれそれ、インノイン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 、見せ方ですね。一応パワーもあるんですけど、自分が優勢なんだよって見せなの。ローマで。こいつは早いぞ、マイク。そういった部分っていうのは、プレミアさん、練習するものなんですか。練習もそうですし、安本選手はプロでもアマチュアでも、試合経験が多いので、確かそうですね。そういうのってやっぱ結構試合で身につくものかなと思っているので、150戦以上の経験があります。はい、もっとプレス下げよう。サイド、膝、サイド、足も入る。よし、出してるよ、最後。さあ、ここも冷静に見ながらというところで、サーテンとしては中に入っていけるかどうか。腹もきるぞ。ストイナイスカット。ストイナイスカット、たぶん膝。あると、ボディまで、ボディ。ボディロー、ボディロー。膝が怖いですね。膝で何個も試合決まってますからね。サイド、サイド、サンプリン。さあ第2ラウンド残り1秒を切ろうというところ、距離を詰めていくのは澤谷大輝です。現在2連戦中、澤谷大輝ゴールローデ、ゴールローデ、逆に安本は今回回答に敗れての復帰戦ということになります。はい、だからな。第2ラウンド終了。第2ラウンド終了。第9試合フェザー級 57.5 キロ、3分3ラウンド、延長1ラウンドの一戦です。第2ラウンドが終了しました。宮城さん、この第2ラウンドの印象はどうですか。まあ、そうですね、多分ヒット数だったら多分そんなに変わってない感じはするんですけど、当てた数ならっていうことですね。はい、なんですけど、まあ、安本選手バランスがすごくいいんで、ちょっと優勢には見えてしまいましたね。寺山さん、いかがですか。さっき宮城さんがおっしゃるように結構澤谷選手は当てるんですけど、その後ちょっとガチャガチャってなることが多いんですけど、安本選手当てた後本当にバランスがいいので、やっぱりこう支配しているようには見えてしまいますね。そのあたりというのはもう身についたものというところなんですかね。まあ、すごい才能もあると思いますよ。才能、練習量と才能と。ここではどちらが優勢かと思います。ないと思いますけどね。じゃあこの第3ラウンドが勝負っていうところですかね。俺ハルト入ってくるようになった。今の2ラウンド目がどう、ここ体調を崩しました。どうするかっていう感じだと思いますけどね。ハルト崩しました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 。ジャブ当たってきたぞ。熱でも負けてないよ。身長差では安本の方がここを上回っています。ここに対して画面を取られていく。今のもブロックしますからね、澤谷選手。そうですね、はい、この辺りはしっかり相手の反対が見えています。澤谷大輝、これ変更、ローキックを打ち
していく。忘れんなよ。離せ、ゴー。下から行く。ラウンド1分が経過しました。アウト、ボディまで、ボディまで。ボディを返していくのは澤谷。下あと冷静にコンビネーションを見せていくのは安本です。3ヶ月圧倒的に強くなります。やってきたじゃん、やってきたじゃん、サイドも取れるよ。ランキングトップの澤谷の展開です。タイムストアウト、歩ける歩ける、苦しいってことや。小太一組んだ状態のままでの連続攻撃は禁止されています。一旦試合が止まって、ナイツではワンキャッチ、ワンアタックという意味になっていますので、そのポトチがヤスモトに与えられました。おい、そう、下から、下から行け、下から、あと蹴った後、蹴った後、蹴った後、上下、上下、おー、どうも、どうも、どうも、あとやっぱスピードって慣れてくるものだと思うので、ラウンドを重ねてくると思います。サザエ選手見えてきたんじゃないかなと思います。ここはどんどん前に出ていきます。残り時間が1分切りました。ロープはスロープの山本アルト、待てろ待てろ、だから死ぬな、人も死ぬな、上下やぞ、一度出して、今日の試合ラスト30秒、ヤンキング4のサータに1点、4のサータに1点、ハルト痛いの、ハルト痛いの、ラスト10秒、逆転を切ってきました。足を止めた接近戦、反響を打ち合っていくようになった。ここは回復しましたが、ノーダウンです。残り時間ラウンド終了、これよりジャッジの集計を行います。いやー、宮城さん、はい、サータリーもこうどんどん前に出ていきましたね。いやー、サラードも良かったですね。ラウンドで安本パンチを返していくという展開になりました。第3ラウンドです。寺山さん、第3ラウンド、はい、安本もこう独特の蹴りだったりっていうのも見せていったんですけども、いやー、佐渡選手の気迫はすごい。それでは集計結果をお知らせいたします。ジャッジ佐藤30対29、青安本。ジャッジ明30対29、青安本。ジャッジ永瀬30対28、青安本。以上3対0の判定をもちまして勝者安本ハルト。ということで判定の結果3対0で青コーナーの安本ハルトという結果になりました。宮城さん、はい、結果的には3対0ということになりましたが、いかがですか。そうですね、まあ、でやっぱりもうリーグの中を支配するのはやっぱり安本選手一番抜けてうまいなと思いましたね。はい、冷静さとやっぱ自信がリングの中に出てますよ、はい、コントロールするっていうのも大事ですね。そうですね、はい、その中でしっかり技術を出してるので、ここがガッツに響いたんじゃないかなと思います。まあ、復戦ということでプレッシャーという部分も寺山さんあったかもしれませんよね。でも感じさせないですね、冷静で。これもしかしたらあれかもしれないですよ、生で見てる人とアベマで見てる人の印象は違う可能性がありますね。そうですか。コメントをいただきます。さあ、その安本のコメントです。橋本道場の安本アルトです。前回負けてしまって本当悔しくて、でもちょっと今回本当勝たなきゃいけないなって思ったんですけど、ちょっと倒せなくて、そうですね、もっと強くなります。来年は絶対モングス選手倒すんで、そこまでというか、応援してくれたらありがたいです。応援ありがとうございました。おーす、ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお願いします。
まあ宮城さん、やはりタイトルマッチできなかったって相当悔しいですよね。いやそうですね、まあ、でもそんなに遠くはないと思います。そうですか、はい、このまま安本選手に勝ち続けて、ぜひチャンピオン VS 安本春人を見たいですね。第9試合フェザー級安本春人対川崎大輝の一戦は判定3対0で安本春人が勝利しました。